えー、産経新聞東大に研究インテリジェンス組織を作るという話ですもうこれまでなかったというだから東大といえば一応ね国内の最高学府ですよねはいで <coughs> インフォメーションそれからインテリジェンスこれはもう国防の要じゃないですかインフォメーションというのは情報ですね、まあ、いろんな情報を取ってくるこれ情報ですそれに対してインテリジェンスというのはそれを分析してね まあ、あの、国策に反映していくという。だから、えー、インフォメーション能力とインテリジェンス能力ね、情報と情報ですよ。この二つはですね、もう国防の要なわけですよね。そんなもの最高学,学府である東京大学はね、そのも当然にやってなきゃいけないんですけれども、もう左翼に乗っ取られたような大学じゃないですか。ですからね、情報活動、諜報活動がなんか戦争に導いたみたいな、 風なイメージがあるんでしょうか。アメリカには CIA がある。日本版の CIA も、まあ、形だけと、なんか、一応なんかトップだけ作ったけど、それを支える組織は存在しませんですから。日本にはまともな情報活動、情報活動は存在しないわけですよ。むしろ東大がそういうものを毛嫌いしてきたわけじゃないですか。もう左翼に乗っ取られた大学ですからね。えさ、ーまあ、今更かもしれませんが、インテリジェンス、組織を作るんだと。 言ってるわけですよね、はい、果たして東大でこれできるのかなと思いますけども、はい、読んでいきましょう東京大学が将来性のある研究課題の探索や研究者の確保などを念頭に情報の収集分析を行う研究インテリジェンス組織を 今年度中に新設することが分かった。情報の収集分析を専門とした大学の組織は極めて異例。研究分野における情報戦で優位に立ち、世界のトップレベルの研究拠点としての国際競争力を強化する狙いがあると。まあ、もちろんこれはですね、国防のための情報ではないんですよね。で、まあこれ大学として将来ですね、もうちょっとレベルを上げていきたいということなんでしょうか。えー、そう大学としてのこのインテリジェンス組織を作るということで、まあこれはですね、 えー、どこの大学においてもどこの企業においてもそういうですね、えー、情報を集め分析しそれを経営に生かすということはどこにとっても大切なことなわけですよ、はい、でそういうね、あのー、情報を取るそしてそれを分析する、はい、こういう訓練を受けられる場所が基本的にないわけですよねそれはですねアメリカだってイギリスだってどこだって、まあ、そういうね えー、インフォメーションそれからインテリジェンスこれを学べる場所があるはずで,でそれをですねしっかり学んだ人がじゃあいろんな情報をもとに分析してそれを国策に 提言したりとか、まあそのことをです、ね、普通にだって日本の将来のこと政治のこと国策のこといろんな人が考えてるじゃないですかもう保守とか革新とか関係なし日本の未来をとか語ってる人いっぱいいますよねそれって自分が集めた情報を分析してこうであるべきだと思うことで提言してるわけじゃないですかでも、そういう、ね、情報分析が学べる場所がないわけです東大自体がまず自分たちが大きくなるためのインテリジェンスをやろうとそしてその組織を作ろうということなわけなんですけどもね、はい で、ちょっとインテリジェンスご説明があるので、産経新聞のご説明読んでみたいと思います。インテリジェンス。国家安全保障をはじめとした意思決定を支援するために情報を収集、分析する仕組みや、その結果として得られた情報評価などの知識、えー情えー、情勢評価の柱としては、事実確認や背景分析、将来予測が挙げられる。国家安全保障に関わるインテリジェンス組織としては、内閣情報室やアメリカの CIA などが知られる。 ということですよね。 一応あの東大が想定しているインテリジェンスの主な用途ということが書いてあるんですけどもちょっとそれをれ、えー、読んでみたいと思います将来性があり先端的な研究課題の探索優秀な研究者や学生の戦略的な獲得 AI や量子コンピューターなどの重要な研究課題で国際協力を先導すること他大学との連携、えー、学生の教育に用いる資源の適正な配分ここら辺をですねしっかりと、えーまあ、答えを出していく分析した結果 東大をよくしていいきたいとといううことのようですよ、はいまあこれまで、ね、国家のインテリジェンスを徹底的に否定してきた人たちがです、ね、自分たちのためにインテリジェンスを駆使するという話ですからね、まあ、ここで、ですね、まあ、ちょっとこの中にもいろいろと、ね、あの書いてあるんですけども例えば、ですね、えー、産経新聞この、ね、内側のところにもうちょっと詳しく書いてあるんでアメリカや中国にもう完全に遅れを取ってますよと国家戦略を担う。 はい、ですから、ね、東大というのは国立大学の最高学府ですよねで東大を出た人たちが、まあ、官僚になる政治家になるいや、まあ、もちろんならない人も最近増えてるんですけども逆を言えば、ね、日本の未来もう国家的な意思決定に関わるもう頭脳そういう頭脳を持った人を、ねえー、育成するのが国立大学なんですよ。 はいえー、もちろん民間企業に行ったっていいんだけれども本当に優秀な官僚とか裁判官とかね検察もそうでしょう、えー、そういうようなですね日本の国を動かす、ね、国家の意思決定をする人たちを、ね、育て上げるのが国、ねえー、立大学に課せられたもう最大のです、ね、課題なわけなんですよねその東大がインテリジェンス組織を持つということはそれは当然ですね ただ一大学の話ではなくて、当然それは国家戦略を担うものでなくては意味をなさないわけです。まあとにかくね、海外の評価、まあ一つの評価だけでね、見ることはできませんが、もう東大の評価は低いですよっていうのは前から言われてることですよね。えー、世界大学ランキング、はいえー、東大はもう28位ということでね、えー、上を見るとアメリカの大学とか中国の大学がザーっとダーッとあってね、 えーまあ、あの例えば日本の大学の、ね、論文の数論文の引用件数がです、ね、どんどん落ちているということもあってやっぱり、ね、日本の教育界の,この衰退というのはまあ、東大の低たらく。 から来てると言っても過言ではないやっぱ東大がだって日本って第第二の経済大国長くね続けてきて中国に抜かれて三位になりましたけどもそれだってね一億二千万人の人口がいて今や世界から尊敬される国になりましたよこれだけの経済力そして貿易だってね倍って言ったらね軍事大国としてのですねあのー、ね趣もあるわけですよその日本がね教育がダメとか もうどんどん、ね、小国に抜かれて、あのーね、ノーベル賞だって今は取ってるけど10年後取れるんですかって話ですよね論文の引用係数もどんどん下がっているもちろん東大だけのせいではないですけども最高学府である東大の低堕落はやっぱ今の日本の、ね、教育の衰退に大きな影を落としていると思いますよ。はい、ですからね。 えーまあ、ちゃんと適切に先行投資して日本の国を、ね、しっかりと動かせる人を、ねえー、東大がね排出していく、まあ、そういう気概を持ってです、ね、これまで、ねえー、国益を毀損することばっかりしてきた東大ですけれども、ね、そろそろ、ね、日本の国益のためにです、ね、活動してほしいと思います。